休憩を解いて再開します。続いて通告12番5番望月誠君の一般質問を行います。長5番望月誠君。5番議員望月誠です。通告に従いまして3つの大きな質問をさせていただきます。まず最初の質問事項になります。富士川右岸の防災整備についての質問です。5月21日の通勤通学時間帯には富士川町内においても大雨が降りました。この雨の影響で戸川は濁流化していました。富士川病院前の信号付近は側溝から水が掘れ湖のようになっていました。桜新町町内の町道も水が溢れ小さな川が流れているようでした。もともと富士川病院付近は洗浄地の末端部分にあたり上部地域の水の終末地域となり地下には伏流水が流れている状況があります。大変水がつきやすい地域です。私はちょうどその日に山梨大学地域防災マネジメント研究センター所長鈴木武康教授から富士川右岸の水害及び防災対策についてレクチャーを受けることになっていたので周辺の様子を写真やビデオに撮っておきました。鈴木先生に見てもらうと道が白く濁って光ってますね。もう少し雨が降り続いていたら危険な状況になっていたかもしれませんねというお話でした。改めて内水対策の必要性を痛感したところです。そこで質問します。青柳排水機場等の管理操作体制については前の議会で青柳議員の質問への答弁で理解しました。また富士川町地域防災計画でも触れられています。新田排水機場の管理操作についてはこの防災計画でも触れられていません。国土交通省の管轄になっているため、触れられていないのではないかと思っています。新田排水機場の管理操作体制について伺います。土木整備課長志村正史君。ただいまの質問にお答えします。新田救急排水機場につきましては梶方新田地内を流れる巡洋河川新田川の内水対策のため国土交通省において平成6年に完成し富士川上流出張所で維持管理を行っており、これまで平成22年度および平成24年度に主ポンプのオーバーホールを実施していただいたところでございます。排水機場のポンプなどの年間保守点検につきましては6月から10月までの洪水時期には毎月1回、それ以外の11月から5月までは2ヶ月に1回の定期点検を行っていただいております。また、操作体制につきましては、国の職員及び委託業者により操作をしており、ポンプの稼働手順については、機場での水位や流入する新田川の水位、また、放流先の富士川の清水畑の水位計を確認しながら内水排除に努めていただいているところでございます。以上です。議長。5番望月誠君。再質問お願いします。新田排水機場については国交省の管理で、緊急時の処理能力に支障はないということが分かりました。青柳地域については東側の架空工事で排水処理能力が高くなっていますが、梶方北区地域内の排水路の処理能力は十分なのでしょうか、伺います。土木整備課長志村正史君。ただいまの質問にお答えします。梶方新田地内を流れる巡洋河川新田川に流入する
道路側溝や水路については処理能力は十分であると考えております。なお想定外の先ほども議員さんがおっしゃられましたゲリラ豪雨等に対しましては一時的に飲み込めない現象が発生する恐れはあると考えておりますが、こうしたことから道路側溝や水路については降雨の際処理能力が発揮できるよう道路上の土砂などは定期的に撤去するなど日常の維持管理に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。5番望月誠君。排水路の掃除等も地域でもしなければいけないかなというふうに思いますが、地域の住民が処理できるような体制になっていませんので、今後ぜひとも点検等をお願いしたいと思います。2番目の質問に移ります。富士川町土砂災害洪水ハザードマップで見るとこれですね、富士川が右岸は小林区から梶川南区まで浸水想定区域に指定され、2000年に一度の想定最大規模の洪水が発生すれば2階屋根以上が浸水することが想定され、早期避難が必要な区域になっています。また梶川北区の国道52号沿いや梶川中区や梶川南区は川区倒壊氾濫想定区域に指定され、氾濫流により木造家屋が倒壊するなどの被害が想定されています。さらに河岸浸食により家屋が倒壊する恐れがある区域となっています。梶川北区では大規模地震発生あるいは洪水時の緊急避難マニュアルを作成しました。洪水避難マニュアルでは状況に応じては垂直避難ですね、2階に避難したり、公営住宅住民は上階に避難すること、富士川病院の2階に緊急避難することも提示しましたが、鈴木先生からはそれでは不十分だと指摘されました。堤防を乗り越えたり決壊したりする洪水は土石流化して家屋を倒壊したり押し流す勢いがある。命を守るためには早期に避難することが何よりも必要であり、どのタイミングで的確な避難情報を出すかが一番大切である。避難情報に対する地域住民のコンセンサスを形成していく必要もあると指摘されました。以上のことを踏まえての質問です。大雨洪水に対する防災情報避難情報について政府は5段階レベル分けをする指針を公表し6月29日より運用開始となりました。自治体には的確な避難情報を出すように促しています。大雨洪水警報レベルでは高齢者などの避難避難準備にあたる警戒レベル3の発令がポイントになると思います。また本庁では大雨警戒レベル4以上にあたる避難勧告、避難指示等の情報発信体制をどのように確立していくのかを伺います。以上、防災交通課長、長澤康史君。ただいまのご質問にお答えします。町では災害の発生する恐れがある場合、災害警戒本部を、災害が発生した場合には災害対策本部を役場本庁舎内に設置することとしております。災害警戒本部は常時河川の水位をデータや目視で確認するとともに、台風の進路、接近する時間帯などさまざまな気象情報を収集し本部長、町長でありますが、に報告する体制となっております。また、住民への避難情報の発信は、収集した気象情報等をもとに本部長が判断し、警戒レベル3となる避難準備等高齢者避難開始、警戒レベル4となる避難勧告、避難指示を発令している状態であります。
部長。5番、望月誠君。先ほども申しましたように、どのタイミングで的確な情報を出すかということが非常に大切なことになると思います。合わせてですね、大雨洪水警戒レベル4以上の発令により、発令区域にあたる住民は、再出願です。すべて避難をすることになりますが、地域住民のコンセンサスを得ておく必要があります。また、近所、共助の避難体制の確立も必要となります。大雨洪水警報レベルへの対応について、どのように啓発活動をしていくのかを伺います。以上、防災交通課長。防災交通課長、長澤康君。ご質問にお答えいたします。5月29日から5段階警戒レベルの運用が始まっており、すでに取水期を迎えていることから、今月発行の町広報とともに、内閣省の作成したチラシを全国配布するとともに、ホームページに掲載し、周知を図ってまいりたいと考えております。以上です。首相。5番、望月誠君。この警報に対するコンセンサス、警報が出たらば何を置いても逃げるんだというような住民意識を高めることが私は必要ではないかというふうに思っています。それで再質問です。町で行う防災訓練に合わせて大雨洪水警報、例えばレベル3の状況では、高齢者やあるいは要支援者の避難準備の対応も必要になってくるかと思います。レベル4になると当然今度は避難をするという段階に入ってきますが、こういったレベル3、レベル4の発令を想定して避難訓練をして意識を高めように合うようにしたら良いと思いますが、いかがでしょうか。以上、防災交通課長。防災交通課長、長澤康君。ただいまのご質問にお答えします。町でおきまして総合防災訓練におきましては地震を対象としておりますけれども、今後、ゲリラ豪雨等の、発生が多くなっておりますので、洪水に対する防災訓練の方も考えていきたいと思います。5番、望月誠君。新たな警戒レベルの提示により、やはり町民一人一人の理解とコンセンサスを得ていくように努力していっていきたいというふうに思います。3番目の質問に入ります。藤川イケイケスポーツ公園付近は護岸整備がなされたので、洪水への対応力が増したと理解しています。一方、藤川ふれあいスポーツ公園は藤川の河川敷内にあり、都川の水量が増すと、ふれあいスポーツ公園から専有農地へと流れ込むようになり、これまでも何回も浸水しています。藤川ふれあいスポーツ公園付近のさらなる護岸整備や治水対策も必要だと思いますが、いかがでしょうか。土木整備課長、志村正史君。ただいまのご質問にお答えします。藤川ふれあいスポーツ公園につきましては、宇野瀬の可動生成事業の完成により、藤川の洪水時期を利用して河川専用許可を受け、平成4年7月からスポーツ広場、テニスコートなどとして利用していただいているところでございます。洪水時期とは、複断面の形をした河川で常に水が流れる低水路より一段高い部分の敷地であり、平常時にはグラウンドや公園など、さまざまな形で利用することができますが、大きな洪水の時には水に浸かってしまう敷地でございます。専用している藤川ふれあいスポーツ公園は、平成23年台風15号および平成29年台風21号に伴う増水による浸水はあったものの、公園付近の洪水時期については潜伏など特に見受けられなかったことを確認しているところであります。藤川ふれあいスポーツ公園付近の護岸につきましては、洪水時期が広く安定しており、洪水時期本体が治水対策の役割も果たしていることから、堤体本体が破堤することはないものと考えております。なお、戸川と藤川の合流地点付近については、戸川改修の際、洪水時期のり面に蛇下後階段護岸を設置し、
補強工事が実施されているところであります。以上です。議長。5番望月誠君。再質問お願いします。端的に言えば藤川池スポーツ公園から藤橋下付近まではいざという場合の貯水機能も果たしているというような貯水機能としての役割を果たしているということについては理解ができます。ただ戸川の河口付近からは、藤川池スポーツ公園まで草木が生い茂り、状況に応じては戸川に逆流することも危惧されます。戸川右岸朝日橋付近は切れ戸とも呼ばれ、過去に何回か氾濫した歴史もあります。戸川については昨年度関係区および町の尽力により県の方で河川整備をしていただきましたが、国道52号架橋から藤川までは国交省の管轄になっていて十分な河川整備がなされておりません。それで、国土交通省の方にさらに河川整備を働きかけてほしいと思いますが、いかがでしょうか。以上、土木整備課長、志村正志君。ただいまのご質問にお答えします。藤川と戸川の合流付近につきましては、先ほど議員さんがおっしゃられました通り、高速道路から下流につきましては国土交通省の管理になっております。また議員さんのご指摘の通り、草木が繁茂している箇所も見受けられますので、管理について国土交通省藤川上流出張所でありますので、藤川上流出張所に伐採などを要望してまいりたいと考えております。以上です。5番望月誠君。どうか強力に働きかけていただきたいと思います。私は藤川町地域防災計画を通読しましたが、対抗的な防災計画のとなっており、この防災計画に基づき各地域で地域の実情に応じた地域防災計画の作成や見直しが大切だと考えております。次の質問に移ります。2番目の質問になります。新庁舎建設に向けての基本設計業務の進捗状況についての質問です。まず最初の質問です。プロポーザル方式により、新庁舎建設設計業者が確定し、基本設計業務が行われていることと思いますが、現時点での基本設計業務の進捗状況について伺います。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。ただいまのご質問にお答えいたします。新庁舎建設基本設計業務委託につきましては、本年3月27日に契約を締結し、繰り越し免許事業といたしまして12月27日を履行期限としております。委託内容といたしましては、衣装構造電気設備機械設備外構の基本設計業務等であり、最終的には建物の配置を含めた基本設計図書と概算工事費算定書などの作成を行うこととなっております。現在は業務スケジュールに沿って委託業者との打ち合わせを重ねる中で、各部屋の配置や執務室内の机書類ロッカー応液機類等の配置計画の検討を行っているところであります。以上です。望月誠君。再質問お願いします。現在の状況については理解いたしました。令和元年度藤川町一般会計補正予算案には新調査整備露出調査事業費が計上されていますが、この調査内容について伺います。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。ご質問のお答えいたします。今回計上いたしましたのは、現在進めている建設基本設計や今後の建築施工を行うにあたり計画している建設予定地敷地内のより精度の高い
土質調査の必要が生じたことから、当初2箇所をさらに2箇所追加する土質調査業務にかかる経費を計上したものでございます。以上です。議長。5番、望月誠君。再質問お願いします。建設候補予定地の4箇所の土質調査を行って、具体的に言えばボーリング調査等を実施するということになると思いますが、調査対象となる4箇所はすでに確定しているんでしょうか。お伺いします。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。4箇所につきましては、具体的な場所は現在、決定はしてございません。現在進めています基本設計業務の請負業者と、その場所について調整をしているところでございます。以上です。議長。5番、望月誠君。再質問です。現在ボーリング箇所の場所選定についても業者と検討しているというふうに受け止めましたが、ボーリング調査の結果も当然基本設計業務の資料になると思います。新庁舎建設経費の削減を図るためには、新庁舎が完成するまでは現庁舎を活用していくことが望まれます。また新庁舎建築用地の場所によっては新庁舎の形態も変わってくることも予想されます。新庁舎建築用地についても検討しながら基本設計議論が進められていると思いますが、いかがでしょうか。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。先ほどの進捗状況の答弁のとおり、現在各部屋の配置や執務室内の配置計画の検討を行いながら、建物の基本的な事項を決めていく基本設計を行っているところであり、建物の大きさや土地利用、配置計画についても検討しながら現在進めているところであります。以上です。5番、望月誠君。再質問になります。隣接する用地確保に向けての交渉も進められていると思いますが、交渉に向けて土地や家屋と不動産の鑑定作業は終えているのかについて伺います。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。ご質問にお答えいたします。すでに終了しております。以上です。議長。5番、望月誠君。再質問お願いします。用地交渉の状況については交渉事項ですので、詳細についての質問は避けます。交渉にあたり地権者の居住権や定住権にも配慮して理解と協力が得られるように丁寧に進めてほしいと思います。一部で賠償価格について3億円という金額も取り出さされていますが、賠償価格提示の基準的根拠について伺います。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。ご質問にお答えいたします。土地につきましては不動産鑑定により算定いたしまして、建物や工作物などの保証につきましては国の示す公共保証基準により算定しております。以上です。5番、望月誠君。再質問です。当然基準価格に基づいて交渉が進められるというふうに理解して、いいかと思います。新庁舎建設に伴い現庁舎と駐車場の間の長度、最小時9号線の活用についても検討課題になると思います。当該長度はガソリンスタンド前交差点に近く、県道平林綾木線との定時路交差点になっています。この付近は三丸線の開店以降は交通量も多く、南側から北進してくる車はなかなか県道に入れず危険な状況にあります。また麻生小学校の通学路もあり、定時路交差点内で事故が発生すれば子どもたちにも危険が及ぶことも危惧されます。ちょうど最小時9号線については廃止をするというのではなく、安全性を考慮したり現庁舎利用者の利便性にも配慮して新庁舎建設に伴う区画整理で庁舎の付け替えをすると良いと思いますが、庁舎最小時9号線の活用等の区画整備も基本設計業務の検討事項になっているのか伺います。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。ご質問にお答えいたします。
建物の大きさや土地利用、配置計画の中で敷地周辺を一体的に検討していることから、ちょうど用地につきましてもその中で検討しているところでございます。以上です。以上。5番望月誠君。多角的な検討を進めていただきたいと思います。2項の質問に入ります。先ほどの堀内議員の質問と重なるところもありますが、確認の意味で質問いたします。新庁舎建設に向けての基本設計の完了時期は12月末になるとの答弁でした。基本設計が完了して実施設計に至るまでには、基本設計をもとにして検討を見直していくことが課題となっています。すでに議会で委員協議会では質問環境調査を結果を受けて議場のあり方等を検討しています。議場については多目的に活用することができるようにフラットで可動な議場にしていくこと、委員会室は一つにして町内の他の会議室との併用をしていくこと、更衣室は設けないこと等を検討しています。新庁舎建設について町民のコンセンサスを得ていくためにも検討見直しの機会を持つことは大切です。そこで質問します。実施設計に至るまでに多方面から検討する機会をどのように設定するのかについて伺います。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。ご質問にお答えいたします。現在新庁舎建設実施設計の基礎となる基本設計業務を進めており、これまで本業務の進捗に合わせて実際に実務を行う職員からなる作業部会においてきめ細かな検討を重ねてきております。こうした経過を踏まえ、今後は庁舎に関係する各種団体の代表や公募する住民による新庁舎建設町民懇話会を開催し、新庁舎に取り入れるべき機能など幅広い分野のご意見を伺う機会を設定したいと考えております。以上です。5番望月誠君。議長、再質問です。先ほどの堀内議員との質問の答弁でもありましたが、新庁舎建設検討懇話会を開催して検討していきたいというのが大きな流れになっているようですが、この懇話会の構成メンバーについて、議会からも2人というようなお話がありましたが、具体的にどのようなメンバーを予定しているのかについて伺います。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。ご質問にお答えいたします。懇話会につきましては、懇話会の設置要項を定める中で、町議会から2人、各種関係団体の代表者11人、公募町民4人、そしてその他必要と認めた者5人ということで、合計で22人を予定してございます。以上です。以上。5番望月誠君。再質問お願いします。この中で一般公募者は何名ぐらいを予定していますか。今回答いたしましたけど、4名でよろしいですか。はい、その関西課長、樋口和也君。はい、4名でございます。はい、ですね、新庁舎基本構想検討委員会では確か一般公募者2名だったというように記憶しておりますが、4名に増やしたということになると思いますが、これがですね、一般公募者が5名以上になった場合、その選定についてはどのようにしていきますか。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。一般公募の町民につきましては、応募用紙にございます、書類を選考する中で、決定していきたいというふうに考えております。以上です。5番望月誠君。再質問をお願いします。私は一般公募者はできるだけ増やした方がいいのかなというようなことを考えておりますが、いかがでしょうか。これは個人的な意見ということで再質問に移ります。検討見直しは縮小したり削減したりすることだけが目的ではないと思います。大災害の際には防災本部の機能を持つ新庁舎は大規模地震等にも支障なく業務遂行ができる行動や執務環境になっているかどうか、
甲府市役所を建ててすぐに窓ガラスが落ちたというようなことがありましたが、まあ、殿が作ることだから間違いがないとは思いますが、建設形態に欠陥はないのか、あるいは町の玄関としてエントランスは適当なのか、新たな情報設備、IT 関連設備は十分なのか、体制は十分なのか、等々も検討内容になると思います。必要なところはしっかりと作る。もちろん無駄を省いて建設経費の削減を図ることは大切です。そういった意味で、より多くの人たちに基本設計を提示して、参考意見や専門的な意見を聞くことも大事だと思います。役場長内や教育文化会館内等に基本設計を提示して広く参考意見等を寄せてもらうようなことも考えたらいいと思うんですが、いかがでしょうか。議長、関西課長。関西課長、樋口和也君。町といたしましては、住民説明会を開催するという形で考えております。以上です。5番、望月誠君。住民説明会も必要だと思いますが、そういった広く意見を伺ういろんな機会を検討していただけたらというふうに思います。新庁舎の建設に反対している町民はほとんどいないと思います。最初の経費で最大の効果を生み出す新庁舎建設が推進されることを望んで、次の質問に移ります。3番目の質問事項になります。子どもたちの見守り活動と挨拶運動の推進について伺います。5月8日、滋賀県大津市で保育園児が巻き込まれる大事故が発生しました。実は新学期に入った時に、梶川北区内においてもあわや大惨事となる事故が発生する直前でした。直前という言い方ですが、発生するような事態でした。藤川病院前、点滅信号を歩行者信号を青にして横断歩道を渡ろうとしていた小学生通学班の列に、赤信号を無視した車があわや飛び込む寸前でした。子どもたちの危機能力があったので、車が通過するまで待機していたので大惨事にはつながらなかったのですが、もしかしたら大変なことになっていたんじゃないかなというふうに思っております。リバウンド交差点から国道までの町道福神町1号線は通勤車両や病院へ入ろうとする車両で、通学時間帯は結構交通量が多い状況があります。また子どもたちの待機場所は町有住宅3コーパラスの見学で、通行車両の運転手からは見えにくい状況にあります。大変危険なので、梶川小学校の校長先生に通学路を変更するように進言しました。校長先生は何日か該当箇所に立ち状況を観察したところ、信号無視の車両が多く危険性を感じたとのことでした。保護者の理解を得て、現在はサンコーパラスの駐車場後ろから歩道を通ってリバウンド交差点に出るように通学路を変更しています。交通事故はさまざまな要因が重なって発生しています。子どもたちを交通事故から守る取り組みの必要性を改めて感じています。一方、不審死や声かけ事案も絶えることがありません。つい最近も梶川田浅井橋付近で不審車両が女子児童につきまとう事案も発生しています。5月28日には川崎市上り戸で通学バスを待つ子どもたちが暴漢に襲われ、小学6年生女子と保護者1名が尊い命を奪われました。何の罪もなく関わりのない子どもたちが犠牲になる痛ましい事案が続くことに恐怖さえ感じます。このような事故や事案は私たちの周りでいつ起こるか分かりません。子どもたちの見守り活動の推進の必要性を痛感しています。このような状況を踏まえ質問いたします。行政として子どもたちの安全を守るための見守り活動のさらなる推進をどのように図っていこうとしているかについて伺います。議長、防災交通課長。防災交通課長、長澤康君。ただいまの質問にお答えいたします。子どもたちの安全を守るため、
学校におきましてはスクールガードリーダーを活用して児童の登下校時の見守りや学校周辺のパトロールなどを定期的に行っております。また通学路に関しまして児童生徒が安全に歩くことができるし道路を選定するなど対策を行っております。町におきましては通学路へのグリーンベルトの設置や青色灯パトロールカーによる防犯巡視、防災行政無線による下校時の見守り放送などを実施しております。こうした中、子どもたちへの見守り活動をさらに推進するためには町内全体の協力が不可欠であることから、区長会などを通じ地域の方へ見守り活動を依頼してまいりたいと考えております。以上です。以上。5番、望月誠君。再質問です。こういった事例が発生するとその時はいろんな対策等が考えられますが、喉元過ぎればなんとかで、時間が経つにつれてそういった見守り体制が薄れていくというような現状があります。私たち桜新町3名の高齢者は桜新町通学見守り隊と勝手に命名して通学路に立ち、子どもたちの交通安全指導と見守り活動をしています。最初に報告した事例はメンバーの1人が朝の見守り活動時に気がつき進言した事例です。地域での抑止力向上を図り、事故防止、危険回避に取り組み、子どもたちの安全を確保していくためには、より多くの人たちに見守り活動に関わってもらうことが必要だと思いますが、いかがでしょうか。以上、防災交通課長。防災交通課長、長澤康君。ただいまのご質問にお答えします。子どもたちの安全を守るため、多くの方々に見守り活動を関わっていただくことは、小さなところまで目が行き届き、非常に有効であると考えています。そのため、現在行っています児童の下校時の放送に合わせまして、多くの方々が見守り活動に関わっていただけるよう、犬の散歩をしながら見守る、ウォーキングをしながら見守る、農作業をしながら見守るなどのながら見守り活動について提案してまいりたいと考えております。以上です。5番、望月誠君。再質問お願いします。より多くの人たちに子どもたちの見守り活動に参加してもらうための一つの手だとして、これは例えば例ですが、かつて不審者の事件が相次いだときに梶川の住んでいる先生たちが会費を払ってこういった別荘ですね、各学校に配布をして見守り活動に協力してもらったということがありました。で、藤川町子ども見守り隊等のロゴの入ったユニフォーム、ジャンパー、ベスト、何でもいいです、腕章、たすき、帽子等を作成して、ボランティアや各国の育成会役員等に協力者に配布して、参加や活動協力を呼びかけるようにしたらよいと思いますが、いかがでしょうか。防災交通課長、長澤康君。お答えいたします。ユニフォームやジャンバーなどの、子どもの見守り、用の、用品につきましては、見守りを行っている PR や、見守りを行っていただける方々の防犯意識の向上には有効だと考えております。今後ながら見守り活動を提案する中でそのような、ものについても提案してまいりたいと考えております。5番、望月誠君。ぜひ協力に推し進めていただきたいと思います。次に2番目の質問に移ります。現在藤川町では交通指導員1名とスクールガードリーダー1名を配置していますが、交通指導員やスクールガードリーダーの役割職務について伺います。防災交通課長、長澤康君。ただいまのご質問にお答えします。交通指導員の役割につきましては、児童生徒が安全に登校できるよう見守ることや、高齢者の交通法令の遵守を指導することとなります。またスクールガードリーダーの役割は、児童の登下校時の見守りのほか、学校周辺のパトロールや通学路における安全点検などになります。交通指導員およびスクールガードリーダーは登下校時の見守りと同時に児童の様子を日々確認する中で、
気になることが見受けられる場合は、学校や梶賀沢警察署等の関係機関へ情報の提供をしております。以上です。長。5番、望月誠君。再質問です。私たち桜新町見守り隊は、交通指導員と連携して通学指導と見守り活動をしています。交通指導員がいることで、4カ所の危険箇所での見守り活動ができています。ただ、残念なことに、今年度から、交通指導員が2名から1名に減員されてしまいました。私たちのところで1日おきに来てくれることになっています。で、交通指導員さんは交通指導や見守り活動をするだけでなく、子どもたちの拠り所になり、相談相手にもなってくれる貴重な存在でもあります。スクールガードリーダーには定期的に交通指導や見守り活動に来ていただいています。最後に通る通学班には必ず学校まで付き添ってもらって感謝しています。子どもたちの日常的な見守り活動を推進するためには、交通指導員やスクールガードリーダーの役割は必要不可欠です。これからも交通指導員やスクールガードリーダーの配置を継続していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。以上、防災交通課長。防災交通課長、長澤康君。ただいまのご質問にお答えします。子どもたちの安心安全を担う大事な役割のため、今後も継続してまいりたいと考えております。以上です。5番、望月誠君。どうかよろしくお願いします。3項目目の質問に入ります。最後の質問です。子どもたちの見守り活動を推進していくためには、挨拶運動の推進も必要です。青少年育成富士川町民会議では、挨拶運動の推進の取り組みの一つとして、昨年度まで年に6回各小中学校の敷地内で子どもたちへの挨拶運動をしてきましたが、今年度は挨拶運動の輪を広げるとともに、子どもたちの通学の様子を見守ってもらうことを目的に、通学路に立って挨拶運動を推進する計画でいます。子どもたちだけでなく、地域の皆さんにも挨拶を呼びかけていく予定です。町としても町ぐるみの挨拶運動の推進に取り組んだらよいと思いますが、いかがでしょうか。障害学習課長、深澤千明君。町ぐるみの挨拶運動の推進についてのご質問にお答えさせていただきます。町では、青少年育成富士川町民会議のご協力をいただきながら、小中学生をの中心、主体とした朝の挨拶運動を、新学期が始まる4月、青少年の非行問題をへ取り組む全国協調月間となる7月、子ども若者育成推進支援強化月間となる11月など年6回行っているところでございます。こうした中、青少年育成富士川町民会議においては、朝の挨拶運動をさらに推進していくということの中で、全体的に町内全域で広められるよう検討していただいているところでございます。今後も、各地区で行われる行事において挨拶運動の啓発をお願いするほか、現状や課題の洗い出しを行い、町ぐるみで挨拶や声かけが浸透する方策を探っていきたいと考えております。以上です。5番、望月誠君。最初お願いします。最小地区では毎月の1日と15日を区民挨拶運動の日として位置づけ、区民の意識を高め挨拶運動に取り組んでいるようですが、町としても町民挨拶デー等を設定してより広く挨拶運動を呼びかけたらいかがでしょうか。議長、障害学習課長。障害学習課長、深澤千明君。町民挨拶デー等の設定についてのご質問に、お答えさせていただきます。子どもたちの身近に住まれている地域の大人が挨拶運動の主体となって、活動されている事例、また最初地区の区民挨拶運動の日の活動事例などを参考させていただくとともに、区長会や青少年育成町民会議、さらには関係機関など、挨拶の日の制定や
挨拶運動の推進の手法について相談させていただきながら、町の皆さんに挨拶意識の啓発が進むよう取り組んでいきたいと考えております。以上です。5番、望月春人君。最質問、最後の質問になります。挨拶運動の推進を通して子どもたちの当地域の大人が触れ合い、コミュニケーションの機会が増えれば子どもたちの見守り活動の推進にもつながり、子どもたちの健全育成にもつながっていきます。一人では点での見守り活動、挨拶運動しかできません。見守り活動をする人が3人4人と増えていけば、線での見守り活動や挨拶運動が可能になります。線が増えれば面での見守り活動、挨拶運動が可能になります。通学時だけでなく帰宅時や土日にも、もっと言えば先ほどながら活動という言葉も出ましたが、畑仕事や買い物に出かけるときと普段の日常的で耐えることのない面での見守り活動や挨拶運動が推進されていければ、地域で子どもたちの見守り活動、挨拶運動の推進につながっていきます。地域の子どもは地域で見守り育てるという青少年育成町民会議のスローガンを具現化した取り組みにもなります。より多くの人たちに子どもたちの生活に関心を持っていただき、子どもたちと触れ合い、日常的な子どもたちの見守り活動や挨拶運動が推進される町づくりができたら良いと思います。町長は青少年総合対策本部長でもあられます。子どもたちの見守り活動の推進、挨拶運動の推進についてお考えを伺います。町長、志村学君。元議員の子どもたちの見守り活動と挨拶運動の推進についてというご質問にお答えをいたします。子どもたちの見守り活動につきましては、本当全町内でですね、町全体で、協力をしてもらうことが不可欠だと思います。今これまでお話に出ました交通指導員、スクールガードリーダー、またボランティアによる交通指導員の皆さん以外にですね、町全体で子どもたちを見守る、こんな環境が必要じゃないかなと思っております。挨拶運動は平成15年頃に、少子化、核家族化の進行から人間関係が希薄になっている、これを何とかしようということで、県の教育委員会で声かけ挨拶運動をやったらどうかという提案がありました。それから始まったんですが、最初の頃は知らない人に声をかけるのも、知らない人が声をかけるのもですね、これは当時子どもたちの誘拐拉致事件もありましたから、そういうことはしないでいようという申し合わせが出た最中ではありますけれども、高校生を学校の正門の前に全部並べて、大人が挨拶しないんであれば子どもから挨拶しようということで何校かしたことがあります。今も県の教育委員会の封筒には声かけ挨拶運動実施中というのを全部出してあるはずであります。町といたしましても、これは挨拶運動デーじゃなくて、一年中町民が子どもたちを見守られるような雰囲気を作っていきたいと思っています。今区民会議の中でも、地域との連携ということから学校の悩み事を聞いてるんですが、各学校の方もですね、学校の課題を地域に出していただきながら、そして学校と家庭と地域が連携した取り組みがこれからはさらに必要ではないかなと思っております。私ども昔は、知らない人というか、怖いおじさんというのが地域にもいまして、変な格好して歩いてると、また、運動靴をかかとを踏んだりしているとちゃんと履けとか言いながら怒られた人もいます。知恵がついた時にはそういうところは通らないようにして学校に通ったことも覚えておりますけども、ぜひですね、これからの大人たちが他人の子どもでも自分の子どものように指導できる、育成できるような大人を作っていきたいなと思っています。藤川町の中でもこれから役場から出す封筒、できるものにはそうした声かけ挨拶運動実施中というふうなやつをしながらですね、年間を通して子どもたちを町民全体で見守っていく情勢を築いていきたいな、こんなふうに思っています。以上です。5番、望月誠君。子どもたちの健全育成を
まちづくりの一つの大きな柱として取り組んでいくことが私は必要ではないかと思っています。以上で質問を終わります。以上で通告12番、5番、望月誠君の一般質問を終わります。以上で一般質問を終わります。本日の日程はすべて終了しました。本日はこれにて散会とします。起立願います。総合に礼。ご苦労様でした。